コズの趣味部屋へようこそ。今回もフィギュアご紹介していきます。本日ご紹介するのはこちら、3、はい、薄い薄紙に包まれてますけれども、こちら番とね、はい、久しぶりのナルト、はい、こちらのねフィギュアーツ、はい、フィギュアーツゼロ、そちらのね絆リレーション、はい、で絆リレーションのナルト、はい、こちらね実はもうかなり、前にね出たものなんですが、私ね買おうかどうか悩んでて結局買わずにいたんですけれども、最近ね再販がかかりまして、はい、買うことができました。はい、なのでねこちら届いたばかりです。はい、外箱はこういう感じね。はい、で版権シールは心に貼ってありますね。はい、では早速ねブリスターの状態見ていきましょう。はい、ブリスターの状態ですね。これはもう全部一体になってる感じかな。うん、組み立てはしない感じかもしれん。はい、まあ、とりあえずね出してじっくり見ていきましょう。はい、ブリスターから出しました。見ていきましょう。こちらバーン、はい、いやーいいですね。ナルトやっぱりね組み立て不要でしたね。はい、もうすべてがワンパーツ構成、はい、くっついてる状態ですね。いやこれは実際手に取ってみるとやっぱりすごいね。このエフェクトがねすっごいかっこいい。クリアでね、うん、ブルーのねグラデーションが入ってるんで綺麗ですね。うわいいなこれね。螺旋丸を放つ、いやーいい。このねナルト自体のね躍動感もあるんでいいなーこれ。はいはい、顔もねうん似てるね。うん、うん、よく作られてますね。若干個体差なんでしょうけれども、ここら辺にねなんか糊の跡みたいなのが残っちゃってますね。うん、これはまあ見過ごせるレベルっちゃ見過ごせるレベルかな。いやこれいいね、やっぱいいわ。でねこう台座がねこういう勾玉みたいな形になってますよね。うん、実はねこれと同時期に発売のサスケ、はい、サスケもね一応ね再販版なんですけれども注文してるんですよ。
はい、まあ、サスケの方はまだね発売されてないですね、現時点では。はい、まあ、多分すぐにこの後出ると思います。はい、それではまた届き次第ねご紹介させていただきたいと思います。まあ、これと対になるような感じでね、うん、ディスプレイできるやつなんで、ぜひともね早く手に取ってみたいと思います。はい、ということでね、今回はね久しぶりにナルトご紹介させていただきました。この後ね回転台座回してねじっくり見ていただいてお別れとなります。ぜひねこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。